Carmen Legend X here. I'm playing episode 6 of Fire Emblem Engage. Alright. Chapter. なあ、あんたら、ちょっといいか。え？突然話しかけてすまない。俺は武器屋、こっちは道具屋だ。さっきのあんたたちの戦いぶりを見ていてね。もし武器や道具が必要ならどうかと思ってな。強い武器、良い道具を提供することで化け物の討伐に貢献したいと思っていますの。行商の旅をしている我々にとっても奴らは脅威ですので。 I had a pretty good day today. I'm not as tired as I was before yesterday, so yay!それなら私たちの活動拠点に店を出す気はありませんか。I gotta start watching some boy anime. I was just a little too tired for all that, but I'll figure it out. 神竜様、あの場所にはまだ施設がありませんし、彼らが来てくれれば助かると思うんです。あんたが俺たちに店を出させてくれるってのか。あなた方が良ければ、我が軍はこれから武器や道具を必要としますし、拠点は安全で化け物も出ませんよ。そりゃいい。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。より良い品をご提供できるよう尽力いたしますわ。Haha! Chapter 5 now.見えたぞ、フィレネ城だ。やけに静かだわ。王城兵たちはどこへ。あんなにいたイルシオン兵の姿も見えないだなんて。あまり考えたくはないが、
セリーヌが立った時すでに兵たちが進軍していたのなら、イルシオン軍はすでに城内に入っている可能性が高いだろうね。そんな、お城のみんながお母様が危ないわ。急ぎましょう。城はイルシオン軍が占拠したぜ、女王様。慈愛の王女の指は一体どこに隠したんだ？言いません。城の中か、外か。早く吐いた方が身のためだぜ。おっと。あなた方のような卑劣な者たちに語る言葉はありません。こいつめ、痛い目見ねえとわかんねえか。まあお待ちなさいな。シビア様、死なれでもしたら指輪の場所がわからなくなるわ。ねえイブ女王、我々が来る少し前に王女が逃げるのを見たという兵がいるのですけれど、もしかして指輪を持たせて逃がしましたかしら。困りましたわね。私どもも手荒な真似はしたくありませんのよ。言ってくださらないと城にいる者たちを一人ずつ目の前で殺すことになりますが。そんな。母上。お母様。アルフレッド、セリーヌ。あら、王子様方のご帰還。イルシオンの侵入者よ、母上から手を離せ。まあ怖い。いいわ、王女が指輪を持っているかは直接確かめることにしましょう。あの子たちに手を出さないでください。なら指輪のありかを吐いてくださいな。それは、うん、言えないということはやっぱり王女に持たせたようですわね。まあでもまだ他の可能性もあるし、王子たちを始末するまでは生かしておきましょう。連れて行って。
あれ殺した？やっぱり死んじゃったの。おかわいそうにね。まさかあの日王城に来て指輪を奪ったのは、母さんを殺したのはあなたなのですか？許さない、母さんの仇。まあ人聞きの悪い、殺したのは私じゃないわ。殺したのはね、何にせよあの女のガキがいるのは好都合だわ。持っているんでしょ、英雄王の指輪と聖騎士の指輪。渡しません、絶対に。フィレネ城に来たのも指輪が目的か。それを知ってどうするの、もうすぐ死ぬというのに。でも私たちイルシオン王国はソンブル様を復活。邪竜ソンブルを。それを知ってどうするの、もうすぐ死ぬというのに。でもメイドの土産に一つだけ教えてあげる。私たちイルシオン王国はソンブル様を復活させたわ。邪竜ソンブルを。そんな邪竜が。ルミエルの I just defeated him. How did he come back already?私たちのおかげで眠りから覚めたのかもしれないわね。感謝してくださいな。違います、私が目覚めたのは母さんのおかげです。母さんがずっと待っていてくれたから。まあ感動的なお話ですこと。でも最後まで聞いてる時間はありませんの。私はこれで失礼いたしますわね。They think they can stop me, bruh? For real?
ブシロン、ここに。お役に立ちたいです。Just real quick. Oh shit.
竜の守り人として、私にできるなら。
気合わぬはずは。ひるむことはない。
喜んでますわ。気にせず進もう。Oh, okay. That was a bad idea. Thank you.
花が散るものよ。指示を頼みます。
花は散るものよ。
ブシロン、ここに。見ないでください。神竜様のために。痛みが引いたよ。壊れそうな壁がありますね。ここからなら
敵将の不何なりと。
竜の守り人として。君のためだよ。指示を頼みます。
ran away, didn't he? Yeah, he did run away. Okay, that's it. It's all good. I'll avenge him.
shut up and die. Okay, that's all good. Don't worry. This is annoying. Thank you.
I'm gonna just have to do this in the next episode. It's gonna be annoying. Alright, y'all. Sorry. Sorry I couldn't do it in this episode. Alright, like and subscribe if you did. Sorry. Oops.